フォートバイトナンバー61、凍った滝にスプレーサンバードを使うとアクセスできる。スプレーサンバードはバトルパス26レベルで手に入れることができます。これをロッカーで装備してから始めてください。はい、凍った滝はこの位置です。はい、こちらです。これが凍った滝ですね。はい、凍った滝の、この船のすぐ下、この場所になります。この場所で、滑るから取りやりづらい、滑るからやりづらい。スプレーをつけるとこのフォートバイトを取ることが可能です。はい、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また今日からウィーク5のチャレンジが始まりましたので、その動画も今日中にアップしようと思います。よかったら、ウィーク5の完全攻略動画、そちらも見てください。ありがとうございます。